老眼ですかねっていう方でね、老眼じゃなくて違う病気だったってことはもう山ほどありますよね、やっぱりね。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。永見です。よろしくお願いします。先生から、うん、老眼って決めつけたらダメだよって話たくさん聞いてるんですけど、うん、老眼って決めつけてしまって大変なことになってしまったことってあるんですか？うん、いやもうそういうのは本当にですよ。多いんですか？多いですよ、本当にね。まあ割とね、うちのチャンネルを見てこられる方っていうのは、はい、ひょっとしてこういう病気じゃないですかってある程度ね、うん、症状から推測をしてね、はい、来られる方もいますけど、うん、老眼ですかねっていう方でね、老眼じゃなくて違う病気だったってことはもう山ほどありますよね、やっぱりね。うん、山ほどあるんですか？うん、その数から言うとやっぱり緑内障が多いんですよ。うん、白内障もそうですけど、うん、それから霞むっていう症状はいつも同じ霞み方の場合もあるし、明るさによって場所によって違う場合もあるんですけど、まあ、大体同じような感じなんですよね。うん、だけどそのちょっと違う症状もそこに入ってたりするのにもかかわらず、注意して気がつけば気がつけないことはないんですけど、これ老眼じゃないんだけどな、決めつけてほしくなかったなっていうところはやっぱありますよね。うん、例えばそういうんで言うとね、まあ、失明原因のまあ3位とか4位ぐらいに来るんですけど、はい、加齢黄斑変性症っていうのがあるんですよね。加齢黄斑変性症、これはね、目に入ってきた光が角膜と水晶体っていうレンズで曲がってですね、で焦点を結ぶ場所、網膜の上になるわけですけど、この網膜のね、一番真ん中の黄斑部っていうところですね。でここのところがですね、非常に解像度高くものを見る唯一の場所なんですね。つまりね、字を読んだりとか、誰が来たとかね、何があるとか、そういうものを判別できるのはこの黄斑部だけなわけです。はい、でここから外れちゃうとね、大した視力は出てないんですけど、例えば読書する時もね、字を追っていかないと本が読めないっていうのは、黄斑部でないと字が読めるぐらい視力がないっていうことなんです。うん、でこの黄斑部にね、病気が起こるわけなんですよ。うん、で黄斑部に起こる病気ってね、結構多いんですけども、はい、まあ、その中でもね、全く光が見えないってわけではなくて、時々やっぱり失明する可能性のある社会的な失明って言ってね、要するに仕事ができないぐらいの視力まで落ちてしまって元に戻らないと、うん、そういう失明に至ることっていうのは特に黄斑変性症っていうのは結構あるんですよね。うん、ただ今はね、いいお薬ができたりとか、はい、いろいろしてて本当に見えなくなっちゃうっていう人は少なくはなってきてはいますが、やっぱり不愉快な症状が残っちゃうことがあるんですよね。まあ、ですからね、そう、老眼だとね、思い込んで割とのんびりしてたんですけど、実はこういう病気だったってことはありますのでね、まあ、ちょっとその病気について、じゃあ今日はお話しましょう。お願いします。その黄斑部、要するに網膜の一番真ん中あたりなんですけど、こう光が入ってきてね、でこちらからね、患者さんの目を見るとすごくよく見えるところなんですけどね、その黄斑部っていうところに病気が起こるんですが、これね、大きく分けて2種類あるんですね。2種類あるんですか？うん、浸出型っていうのと萎縮型っていうのがあってですね、日本人にはね、割と浸出型っていうのが多かったんですよ。で浸出型ってどういうことかっていうと、網膜をね、今度は断面で見てみた場合に、一番内側の、まあ、神経、光を感じてる層とね、その下に色素上皮細胞っていう一層の層があって、その下に脈絡膜っていうね、血管に富んだ構造があるんですけど、そのね、脈絡膜からね、変な血管が生えてきちゃうんですよ。はい、変な血管ですか？うん、悪い血管が生えてきてね、突き抜けて網膜の方へ入ってきちゃうことなんです。そうするとね、その血管って異常な血管だから、そもそもコントロールされてないわけですね。普通血管っていうのは必要な時だけできてきて、必要でなかったらしぼんでなくなっちゃうとかね、それからいつもいなきゃならないところは消えないようにちゃんと血管として保たれているわけですけどね、脈絡膜っていうところから入ってくる異常な血管っていうのはね、すごく出血しやすいんですね。うん、血管としてちゃんとその役回りを果たさないような血管なんですよ。コントロールされない状態で入ってきちゃうので、はい、網膜に突き抜けて入ってきてね、でそこで出血を繰り返すんですね。出血っていうのは網膜に良くないですよって話をよくするんですけど、その出血した血液の中に入ってるね、鉄のイオンというのが神経細胞にとってすごく有毒なんですね。で出血を繰り返してると、それだけで細胞が弱って数が減って見えにくくなってきちゃうわけですけどね、はい、
出血の量が多いとね、うん、断面で見ると網膜がね盛り上がっちゃったりしてて、これ治すことは無理だなっていうようなね、すごく大きな変形をしてることが結構あるんですよ、うんうん、でね、昔はねそういうやつはね手の施しようがなかったんですね、うん、であまりに出血してね、硝子体の中が血のみになっちゃったりして何も見えないってことになると、硝子体を取るような手術っていうのはまあしたんですけどね、根本的に悪い血管をやっつけることはなかなか難しいからね、どうにもコントロールできないときはそれをレーザーでね焼いてしまって治療するっていうことを行う場合もあったぐらいなんですよ、うん、で大半分をね焼いてしまうと一番大事なところが見えなくなっちゃうからね、うん、もう視力はかなり 0.1 とか以下になっちゃうんですけど、はい、ただ全く見えないにはいいだろうって話でそういう方法を取ってたんですけどね、うんうん、これはね劇的な治療法ができてね、かなり良くなるようになったんですね、うんうん、でね、もう一つ萎縮型っていう黄斑変性症は、これはね血管とは何の関係もなくてですね、はい、簡単に言うとその黄斑部に老廃物が溜まってくるような、そういう病気なんです。老廃物が溜まるんですか、うん、結局ね老廃物っていろいろあるんですけどね、簡単に言って本来だったらその場を立ち去ってほしいようなものがそこへ溜まっちゃうわけですね、うん、それでねこの病気の場合は、まあ、よく言われるのはね、食生活と密接な関係があってね、うん、特に抗酸化作用の強い食べ物を食べてると割となりにくいとか進行しにくいとか、そういう話があるわけですよ、はい、うん、まあ、老廃物ってね、その一部は少なくともエイジーズだって言われてるんですね、終末糖化産物、つまりタンパク質に糖が結びついちゃったような、そういう物質ですね、まあ、そういうものが溜まっていくって言われていて、まあ、その原因はね食べ物の中にもあるし、体の中で血糖値が高いとやっぱりそういう反応が起きちゃうっていうね、まあ、そういうことがあるわけですね。でそっちの方はねなかなかいい治療法も薬もないんですよ、うんうん、だから食べ物を気をつけてもらうとかね、サプリメントでそこを補ったりしてもらうっていう方法しかないんですけどね。でね、最初に言った滲出型の黄斑変性症でね、はい、いいお薬ができたからっていう話しましたけど、うん、悪い血管をしぼませる作用のあるそういうお薬ができているんですよ。あ、そうなんですね、うん、目の中に直接ね細い針で注射してあげるんですよね、目の中にですか、うん、でもね、まあ、本当にこれはね素晴らしい治療法でね、あれよあれよという間に悪い血管がしぼんでくるんですよ。でね、出血を何度も繰り返した状態からねそういう治療をしてもやっぱりね治るにも限界があるわけですよね。すでに細胞が障害を受けちゃってると形的には元に戻っても機能が戻らないってこともあるわけですよね、はい、だからそういった意味でもね、悪くなるまで老眼かなと思って見過ごしてないでですね、他のなんか病気があって見にくくなってるのかどうかっていうのは眼科で見てもらいたいなと思うんですね。うん、老眼かなって思ったら失明してしまうってことですもんね。そうね、下手をするとね、そういうことですよね。思い込みって怖いんですね。うん、だからやっぱね、そういう、まあ、治療法のある病気はね特に早く治療してもらいたいなと思うんですよね。まあ、他にやっぱり緑内障なんかも同じようにね治療法がある病気ですから、早く見つけるに越したことはないですよね。うん、滲出性の黄斑変性症とは別に萎縮性の方の話もね、まあ、ちょっとしとくとですね、うん、食生活が欧米化するに従って日本人にも増えてきたっていうふうに言われてるんですね、はい、まあ、他にも原因はあるかもしれませんけど、まあ、一つそういうことは多分間違いないだろうなと思うんですね、うん、それでね、老廃物が溜まることによってね、物理的にそこにいる神経細胞が障害を受けたりとかね、この圧迫されたりすることで構造が変わってしまったりとかね、まあ、そういうことで黄斑の機能が落ちて見え方が悪くなるっていうものなんですけどね、これ本当にね邪魔なものがそこにあるからね、手術的に取れればなと思いますけどね、うん、これがそうはいかないんですよね。難しいんですね。そうだからね、結局ね老廃物を増やさない工夫をするしかないんですよ。でね、老廃物の一部はエイジーズだと言いましたけど、糖化とか酸化っていうものを防ぐ以外に方法がないんですね、うん、それでね、例えばですけどオメガ3系の不飽和脂肪酸をより多く摂る人は食事でですよ、そういう病気が進みにくいっていうデータがあったりとかね、あとそこの黄斑部にたくさんあるルテインとかゼアキサンチンっていう余分な光を吸収してくれるような植物性の色素なんかもね、酸化反応を結果としては予防してくれることになるので、そういう病気の進行を食い止める一つの方法になるっていうことなんですね。加齢黄斑変性症の滲出型っていうタイプでね、下から悪い血管が入ってきて網膜の構造をかなり乱してる写真があるんですよ、はい、これですね。ここがね、本来だったら黄斑部って断面で見るとなだらかにくぼんでるもんなんですけどね、はい、
そこがねこんな出っ張っちゃったでしょ。うわで黒いなんか空砲みたいなね、うん、ところがあったりとか、はい、あるいは黄緑色の何かが溜まってるようなところとかね、うん、まあこれ血液だったりするわけですけど、それ血液なんですか。うん、それでねこれに先ほど言ったようにね悪い血管をしぼませるお薬があるって言いましたよね、はい、でそれを注射してしばらく経った時のね写真があるんですけど、これがね劇的に良くなって、あそうなんですね、うん、もうこんなになっちゃったらね治りそうもないんですけど、うん、これですよ。え、ね、何事もなかったかに近いような、はい、まあ、よく見るとねかなり構造は乱れてるんですけどね、これでね随分視力も回復したんですね、うんうんうん、でねこういうね滲出型っていうのはね、はい、お薬がすごくよく効く場合があるんですね、うん、ただし再発もしやすいのでね1回の注射ではなかなか良くならないんですよこれ。そうなんですか、うん、痛い良くなるんですよ、なるんですけど続けてね何度かやんないとダメだったりとか、うん、あるいは1回やってしばらくするとまた再発してきてね、はい、よくやるパターンはね1ヶ月ごとで3回ぐらいやるっていうことなんですよね、うん、でその後症状によってやったりするんですけども、まあね、ただ薬が高いんですよ。1回保険が効いても3割負担で5万円ぐらいするね。5万ですか。うん、だから3回やるとそれだけで15万かかるでしょ。だから結構注射1本としては高いですよね。すごいですね、うん、ただねこれのおかげでねどれだけの人の目が助かったか分かんないですよね。他の病気にも使われるお薬なんですけどね、はい、コントロール不能な悪い血管が入ってきた時にね非常によく効くお薬なんですね、うん、でね、まあ、これもね、はい、含めてですけども黄斑変性症のね原因はたった一つではないと思うんです。基本的に遺伝も関係してますしね、体質みたいなものがあって食べ物があって感受性ですよね。その同じ食べ物を食べててもこういう病気になったりなんなかったりね、うん、それから環境因子ですね。例えばすごくその光のね強いところで光による酸化反応をねすごく受けてしまった黄斑部とかねこういう病気起こりやすいと思うんですね、うん、まあそういったねいろんなものが重なってると思うんですけども、まあとにかくね場合によってはこういうお薬が効いたりとかね、あとは萎縮型の場合はさらに食べ物が非常に重要と言われているので、食べ物の中で抗酸化作用強いものを取ってもらうとか、食べ物だけで無理であればサプリメントを使うとかね、まあ、そういうことがあるわけですけど、まあ、そのねサプリメントに関してはこの黄斑部のね酸化作用を抑えるっていう意味ではポリフェノールもかなり有効だと思うんですね、はい、で私たちのところで作っているウィンビジョンプレミアムっていうサプリメントの中には黄斑部で余分な光を吸収してくれるとても大切なねルテインとかゼアキサンチンっていう植物由来の色素が配合されていて、まあ、それは白内障の予防にもなるんですけども、まあ、そういったものに加えてですねアントシアニンっていうグループのね非常に抗酸化作用の強いポリフェノールがあるんですけど、そのポリフェノールを配合してそのルテインとポリフェノール、さらにビタミン A とか亜鉛とかですね、まあ、そういったものを組み合わせたそういうサプリメントがあるんですけどね、そういったものを食事だけでは不足しがちなものはサプリメントとして取ってもらうことも一つのね考え方だと思うんですね、まあ、これに関しては動画の概要欄と最後の画面に詳しい説明を読めるリンクが貼ってありますので、そこから読んでみていただければなと思うんですね、まあ、必要な場合はそこから購入もできます。まあ、こういったね黄斑部っていうのは一番光が当たる場所なので、やっぱり光による酸化を防ぐってのはとても大事だと思うんですよね。そしてね、まあ、何よりもやっぱりね早く症状に気がついてもらうっていうことで言えばですね、老眼かなっていう時に見えにくい感じがね、まあ、当然あったんだろうと思うんですけど、どなたでもね、その時に一つやってほしいのはアムスラーグリッドっていうのを使ってね物が歪んで見えないかどうか試してみるってことなんですよ。ちょっとねこれはねいろんな病気で使えるのでね今日もちょっと試してみてもらいたいと思うんですけど、老眼と間違わないためにねセルフチェックやってもらおうと思うんですけども、老眼の場合はですね基本的にはね遠くが見える状態、つまり近視の人は眼鏡をかけている、で遠くがよく見えるような状態で、近くを見ると見えにくいっていうのが老眼なんですよね。だからねまずね遠くが見えてて近くが見えないのかっていうことを確かめていただかないとね、遠くもなんだかちょっとおかしいし近くもおかしいっていうことであれば、これは老眼ではなくて他の病気ですからね、はい、それにはいろいろ鑑別すべき病気あるんですけど、黄斑部の病気っていうことになるとね見え方に歪みが出てくることが多いんですね、うん、ですからねその歪みをチェックをするんですけど、はい、必ず片目ずつやってください。
片目ずつですね。そうで片っぽが病気がない場合はね、そっちが効き目だったりするとそっちの目で見てるとね歪みに気がつかないんですよね、うん、だからまず基本的にはですねおかしいなと思う目からやってもらうか、あるいはね左目つぶってですね右目でやってもらうということですね、うん、はい、まあ、こういう形でねグリッドが出てくるので、要するに5番の目みたいなものですね、はい、でこれをこうやって見てもらうんですけどね、うん、ある程度ちょっと近づいたり遠くなったりねして見てほしいんですよ。こういうふうにね真ん中に黒い丸がありますけど、その黒い丸を見ながらその周りがですね歪んでいたり明るさが違うところとかなんか模様が見えたりとかね、そういうことがある場合にはこれ黄斑部に何か病気があるってことなんです、うんうん、それがねもしあったらですね、あるいはなくてもですけど反対の目に移ってですね、反対の目は大丈夫かなと見てみてください、はい、でねこれあんまり神経質になるとね端の方が少しなんとなく曲がって見えるっていう人はね時々いるんでね、でそういうのはあんまり心配ないんですけど、うん、病気の場合はこの中心の近くにね線が歪んだり線が一部薄くなってたり消えてたり、うんうん、それからさっき言ったように変な模様が見えたり明るさが違ったりとかね、そういう異常なことが見えたりしますから、まあ、そういうことがあったらなんか黄斑部に病気があるんだなと思ってね、この黄斑変性症っていう病気も一応ね頭に入れなきゃいけないってことなんですね、はい、でそういうものがもしあるとすれば、例えばね別の病気で黄斑前線炎症っていう病気もあるんです。これも歪んだりするんですけど、これはねそんなに早く進んで急に悪くなるってことはないんですけどね、うん、黄斑変性症の場合急に悪くなることもね、特にその心室型っていうね出血するタイプですね、うん、はい、まあ、この場合ありますからね、もしそういう歪んで見えるとかさっき言ったいくつかの症状がある場合はすぐに眼科に行ってほしいと思うんですね、まあ、これはねなるべくこういうものを使ってやってほしいんですけども、まあ、簡易的な方法としてはねエクセルの表みたいなものでもできなくはないんですけどね、うん、これくらいね細かく分かれてる方が分かりやすいと思います。はい、セルフチェックで歪んで見えたって少しでも感じたら眼科に行った方がいいってことですか？そうですね、一応ね眼底検査をやったりね、それから OCT 検査をしてみてね、そういった病気がないかどうかちょっとチェックしてもらった方がいいかなと思いますね、はい、でね老眼と間違えやすい病気ね他にもあるんですよ。老眼と間違えやすい病気があるから自己判断しないでくださいねっていう動画がいくつも他にありますからね、動画のリストを眺めてみてね、あちょっと関係ありそうかなと思ったらまたそれを見ていただければと思うんですけどもね、まあ、こういったねいろんなお話を動画以外にも時々 LINE の方でも配信することがありますので、概要欄にですね公式 LINE のお友達になれるリンクが貼ってありますので、そこからお友達になってもらえると嬉しいと思いますね。梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や視能訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日はそういったね老眼と勘違いしやすい病気の一つとして黄斑変性症を話しましたけど、皆さんのお役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。